ございます。マットにしてします。です。最後マットの知らせてもらうんですけど、食べた説明できます？しっかり言ってください。こんな感じと、どのマットと比べたらどんな感じかとか、なんか比較になるような紹介をして、この仕方をしてください。本音トークでいいんですね。本音でいい。ワンカッターとワンカットで、ワンカットで飛んだんで、まあ、ちょっと逆風なんですけど、ここからまあまあまあ綺麗なボールをポンポンいきます。じゃあどんどん打っていくんで、この iPhone に近づいて言ってくださいね。iPhone 見かけて。今の注目なのが、なんかいわゆるこれらしい NXT というセミトップバランス、スイングバランスの軽さに驚きの声が続出。ツーピース構造のように痺れにくく、この部分ですかね、 20-30g 近く軽く触れる感覚です。スピードもあるという感じです。体感軽いですか？セミトップ、セミトップバランス、ミドルバランス。じゃあ、小原くん、一番って こちらのバットはカタリスト BT の、ミドルバランスですね。薄型のカーボンコンポジット素材とカーボンの二重構造の形の相乗効果で圧倒的な反発力を実現した進化カタリスト。これはサイズは84cm、680と84cm の 710g。 680と770。軽めのバットが好きな。じゃあ、テスさん、次こっちです。はい、こちらが本命の毎年の恒例のトップバランスですね。数型の一緒やな、まあ、トップバランスで、今回はリーグ仕様でちょっと一番重いサイズが86-730g になってます。これですかね。そうですね、全体的に軽めのバランスになってます。今年の仕様が長さは4種類、84-86cm まであります。はい、このトップ小原とケントに置いてもらおう。やばい。さっきの黒いのとの比較は
突然する人あるよ。ローリング社から、今年からイーストンのパワーワットが出るようで、サイズが85センチと86センチが来てます。え、これ26グラムそれは多分実寸グラムですね。26グラムとか24グラムって珍しいですね。イーストンゴーストって言います。ゴーストかっこいいですね、真っ白で。はい、85センチ、740g。 740って結構重いからね。重いです。でも僕ベタです。大会より軽く軽く感じですね。なんか空洞な感じしますね。空洞のパイプ振っとるみたいな。飛びそう。でも、まあ、飛ぶかどうかはあれにしろ、まあ、振りやすいですね。こう軽く感じて、ここが重いんですけど、振ると軽くなるんで、パンで走るっていうぐらい。これでちょっとしびれを軽減するようです。僕いつも2ピース振ってるから、まあ、なんかちょっと振りやすいかも。飛ぶかどうかわからんけど、振りやすい。全部いいやん。
はい、試打会終わりました。どうでした？気になるバットありましたでしょうか？購入は決まってます。あれ、お問い合わせしていいんですか？お問い合わせしていいです。ただイーストンはうちは扱ってないので、ごめんなさい。カタリストと。はい。はい。